こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、爆量のお肉とご飯を同時に食べられる超モリモリ食堂に行ってみようのコーナーでございまして、本日私新宿三丁目の街を徘徊しております。徘徊というか、徘徊というかね早めに着いたのでうろうろしている状況でございまして、やはり新宿三丁目のこの界隈はね、飲食店のもうメッカ、あちこちにいろんなお店があって、どこも心地よく美味しいといったイメージがあるんですけれども、本日の目当てのお店はもうこの辺にあるはずです。で、ここ入ってきて、あれ町中華ってすごく気になるんですけども、ここじゃなくて、ちょっと待って、どこだ、もうこう行くと通り過ぎてるはず、宝寿司さんとかあって、あれ早めに来ててよかったね。あと皆さんこの動画を見れば迷わなくなりますね。結構迷う、あの地図だともうこの辺にあるはずなんですけども、なぜかない、ガチでないね。ちょっと待って、はい、ちょっと Google マップさん、僕をまた座って惑わせてからに、こちらでございましたね。こうずんずん進んでいきますと、入り口めちゃ細いんですけども、トンテキ食堂中村さんが今回の目当てのお店でございます。これはワクワクするぐらい細い入り口で、のれんもトンテキと、で看板にもうすでにメニューがあるんですけども、トンテキ定食シングル、ダブル、トリプルまであります。来たね。でレバテキ、もつ煮込みとあって、大根の皮、きんぴら、手作りふりかけ、昆布つくだ煮とある形でございますけども、やっぱり今回はトンテキトリプルだよね。さあ、というわけで一番乗りで入店することに成功しまして、店内はめっちゃおしゃれ、おしゃれカウンターがずっともうスタイリッシュですね。アーバンな感じっていうんでしょうかが並んでまして、奥にはテーブル席も4人掛けのものが2つあったりします。注文よろしいでしょうか。はい、どうぞ。じゃあトンテキ定食のトリプルで、はい、トリプル、はい、ご飯大盛りでお願いします。はい、ニンニク乗せますか。なしで大丈夫です。はい、注文。うわっ、あと、もやし、もやし投入ですね。で炒められておりまして、こっちにお肉、もう音がいい、来た、うわ、美味しそう、でか。あ、はい、うわ来ました、ご飯も大盛りです。ちょっともう無言の大好き出しちゃいましたけれども、店員さんが目の前にいらっしゃいますので、うわ来た、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。とんでもなく豪快な肉山、ステーキ、豚のステーキの山登場しましての、飯山、ご飯の山登場しましての、なんとお吸い物はしじみ、劇的ワクワクランド、いただきます。完全にグローブカットされたお肉群でございまして、まずここ、あ、ナイフか、なんか見たことない形のナイフで、これでこう切って、厚みもなかなかのものがありますよ。はい、じゃあこれでワンカットということで行かせてもらいましょうか。うますぎ注意。こんだけなんか
柔らか調理なんだ。だから多分低温でじっくりの感じだね、おそらくね。低温じっくり感漂ってますけども、断面からパサパサ感は全く感じないでしょ。そういうこと。柔らかいし歯切れがすごく気持ちがいい。でたっぷりかかったウスターソース、これがね甘さを演出してるんですよね。なんでこんなブリンブリン感が味わうんだろう。待て見て、もうこれは絶対に見て見て、この断面、これもブリブリするに決まってんじゃん。もう、いや本当にうまい。ステーキマジでマジでステーキ、あのレアステーキ食べてるようなステーキ感な。もうこれだからトンテキってこんな可能性持ってたんだっていう衝撃的なうまさだし、この鉄板の上でウスターソースと一緒に肉汁がむちゃくちゃ暴れてんのよ。で、これめちゃくちゃ美味しいぞ。なんかこんだけの量があるけども食べるのがもったいなくなってきた。もうなんかもう終わりかってなんか感じるくらい、バスツアーのさ1日目がさ始まった瞬間にさ、もうあんなに楽しみだったものが始まっちゃったってことはもうすぐ終わるじゃんって気分になるじゃん。それそう思わせるくらい最強トンテキ。やっぱりね、鉄板にずっと密着し続けているもやしとキャベツがむちゃ熱なので皆さん気をつけて。で、ご飯の美味しさもはっきり言って尋常じゃない。粒がむちゃくちゃ立ってる、全粒立ってる。もう味のスタンディングオベーション。そんな中でメニューをよく見ていきますと、トンテキとは三重県四日市市の名物料理、豚肉のステーキ肉はグローブカットという厚切り肉に切り込みを入れてウスターソースなどを使って作った中村特製トンテキソースが絡みやすくなっていますと。食べ方は箸とナイフで豪快に食べるのが中村流ということでございまして、今僕はちょっとねナイフとフォークでやっちゃってたんですけども、すいません、今から変えます。で、そんな中で見逃しませんでした、私トンテキのお供、生卵すき焼きのように絡めて、いやサブタイトルついてんじゃん、アイウィッシュ君がいるこの街で状態で、キャベツタレに絡めてサブタイトルついてんじゃん、エブリバディゴーズ秩序のない現代にドロップキック状態だ。すいません、生卵をいただけますか。はい、お願いします。すいません、これもう極上の映像になりません。こう来て生卵、まずちょっと画角がちょっとめちゃくちゃ寄ってるな、画角寄りすぎ問題ありますけど、こう、はい、こう来てこう来た上で、こう来た上で、はい、ワンカットつまんでなんか罪悪感を覚えるぐらい幸せな映像だよねこれね。これ、箸とナイフでいくということで、こういう結果になりましたけども、食べ方大丈夫かな。とにかくねもう今の卵絡めパターンとてつもなかったです。また鎧をまとったとろみとコクというすでにあるんだけどね、もうすでにそのとろみとかコクとかそういった要素はもう足りてるんですけども、オーバーキル、もうブルンブルンでしょ。もう、あ、チャンネル登録させて、あ、ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、私向こう側見たことあると思って。あ、そうですか。あ、すみません、なんか
すごいいっぱい注文されてませんでしたか？僕より食べようとしてませんでしたか？あ、大丈夫でしたか？あ、そうなんですか。あ、よろしくお願いします。大体全部見てます。え、そんな感じ全くしなかったですけどものすごいクールな感じでしたよね。おしゃれなお店のクールな方の。この動画が投稿された時コメントさせていただいてもよろしいですか？あ、ぜひぜひお願いします。はい、お待ちしております。すげえ、想像とは全然違うニンニクの佇まいでした。ニンニク注文したらああだったんだ。ちょっとあれは魅力的だったけども、新宿でこの後人と会う感じなので食べたかったな。あれ絶対うまいじゃん。もっとうまいの。これでマックスだと思ってたのに。もっと食べたいぐらいでも美味しかったです。本当にごちそうさまでした。というわけでトンテキ食堂中村さんにてがっつり、本当にがっつり食べてまいりましたが、あの重々音からの見栄えの迫力が半端じゃないトンテキで、なかなかさ、こういった感じのトンテキをがっつり食べられるお店ってそんなに東京になくて、それが新宿のあんなど真ん中、駅からすぐの場所にあるっていうのがもうちょっと革新的でございまして、トンテキ食べたいなって思っても普段なかなか、いやでもどこ行ったら食べられるんだろうって悩んでた方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういった方にとってかなり朗報な存在なのかなと思いました。美味しかったですし超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、村木祐介さんからのコメントで、福岡の朝ラーは午前2時にラーメンを食べることですよとありますけども、これ本当なの？マジなの？福岡の方やっぱ半端じゃないね。これ先日僕がね、朝7時からラーメンが食べられて、しかも替え玉無制限お借りできるという福ちゃんさんに行った時の動画のコメント欄のコメントでございまして、朝7時ということで今日はもう5時台起きでやってまいりましたという感じでさ、むちゃくちゃこっちは早起きかましてきたぜみたいな感じで喋ってましたけども、本当の本場は2時なの。福岡早いえ、じゃあ何、福岡は2時、夜中2時の公園に行ったら皆様がねラジオ体操とかしてんのかな、公園に集まって、そういうのもあんの？朝の基準がちょっと別次元なのかな。そうなってくると福岡で早起きは夜の11時くらいそんなわけないでしょ。マンボウさんからのコメントで、注文操作を編集でごまかしてるようですが本当はモンストやってますよね。やってないこれはだから先日のしゃぶしゃぶレタスさんの動画のコメント欄のコメントでございまして、レタスさんはQR コードを読み込んでスマホから注文するのよ。だからスマホの画面を僕は画面のこの辺にね設置して、おしゃれな編集っていうんですかね、こっちでこうしながらこっちではもうその画面の映像を流すっていう、高度なテクニック高度でもないよ、みんなやってんの今。とにかく、まあ、それをやってたんですけども、その時にモンストやってない、そんなビバンの時のノコルが疑いかけられてたようなことしてない。でビバンの時のノコルはもうさ、仲間がここで処刑されてんのに、そっちにはもう目もくれずにこうなんか足首だからこうなんかスーってずっとスマホ見てるみたいな、怖っ、ゾワッとする演出としてスマホやってたけども、僕それする意味ない。太郎山田さんからのコメントで、ハイジーさんって沢田研二さんと待ち合わせをしてわざとすっぽかすタイプですよね。なんでだ、なんなのこれ、なんで沢田研二さんにすっぽかされる側の気持ちを分かってほしくてこんなことすんの。なんていうかもう僕と待ち合わせしてくんないよ。こちら側から有無も言わさず沢田研二さんのメールアドレスかなんか、調べてきて、今日新宿に夕方4時でお願いします、ずっと待ってますとか言うの。返事が返ってきたとしても言われるだけだよ、勝手に仕上がれって。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディリンディリン。猫さんからのコメントで、我が家のプードル犬が今日おパンツカットにしてきました。
ハイジーさんとお揃いです。お揃いですじゃないの、全然お揃いじゃない。僕おパンツカットじゃないの、おパンツカットにしてくださいって言って床屋さんでこれにしてるわけじゃないの。っていうかプードルのおパンツカットってお尻周りのやつのことでしょ。お尻周りがちょっとね、パンツとかブルマ履いてる感じになってる。ブルマじゃないよ俺、僕別にブルマカットじゃないからね。いや本当それだけやめて、和田アキ子さんで止めといて。ブルマカットは全然ブルマっぽくない。ブルマっぽいなって、そういえば見てたらブルマっぽいなとか思わないで、本当にそれだけやめて。